这个淮海中路ですね。我现在在那边是淮海中路。好久没来家里，長いことこの辺来てないですね。现在晚上几点？现在晚上八点左右，まあ夜の8時ぐらいですね今。ほら、淮海中路ですね。この道は龍門路ですね。龍門路初めて知りました。龍門路っていう道、こっちは上海プラザっていうショッピングモールですね。淮海中路、漢字はこんな風に書きます。これちょっとまあ西の方に行ってみたいと思います。そうですね、そこのショッピングモールでちょっと私さっきご飯食べようかな。ちょっとここ渡ってですね、この中で何か食べるとこあるか見てみます。なんかこの間健康診断というか血の検査したらコレステロールが多いって言われたんですよね。いやー、私でも肥満とかタバコとかお酒に注意してくださいってなんか書いてたんですけど、お酒飲まないしタバコ吸わないし肥満でもないんですけどね。まあただちょっと運動不足は運動不足かもしれないですね。昔はもう週3回4回ジムに行ってたんですけど、最近週1回ぐらいもう行ってないぐらいなんで、だいぶ筋肉も減ってると思うんですけど、まあそれにしてもなんでですかね。健康診断の前の日にちょっと唐揚げとか食べたからかもしれないですね。このモールの中なんかありますよね、食べるとこ。初めて来ますけど、昔こんな名前じゃなかったと思うんですよね、ここ。この時間空いてんのかな、でも。8時だったらまだやってますよね。こっちから入った方がいいか。シティスーパーって書いてますね。マクドナルドあるけど、まあちょっとこの時間。夜にマクドもちょっとあれですね。とりあえずここから入ってみましょうか。スーパーって書いてますけど、なんか食べるとこもあるでしょうね。一応なんかフードコート的なものがありそうな感じですね。もう丸亀製麺、こっちはなんか中華料理の店です。こんだけだけこっちもまあ店あるか。さらっと見てなければ丸亀製麺で食べようかな。なんかこれ中国で売れてますよね、フルグラって。なんか体に良さそうに見えるけど、実際はものすごい糖質って入ってそうですけどね。こっちでも食べるとこあんのかな。
なんかなさそうですね。ちょっと丸亀製麺でさっと食べてまた歩きたいと思います。ちょっと最近歩いてなかったし、あれなんですよね、コレステロール高いって言われて運動しましょうって感じだから、ちょっと歩こうかなと思ってます。うどんもでもな、まあでもうどんかカツカレーとかこう揚げてるもんってコレステロールに良くないんすかね。あんまり知識ないんで分かんないですけど、丸亀製麺にしますよ。あっちが入り口、どうかな。お、ニューロージャーリーうどん、うどん麺。ジョンワン。ちょっとあのカレーうどんの中にします。なんかでもこの揚げたやつって良くなさそうですよね。あとでもカレーだけっていうのもなんかあれ、これなんですかね。よくわかんないですけど、これ食べてみます。コレステロールって肉食べ過ぎ良くないですか。でも肉食べれなかったらタンパク質どうしたらいいんだっていう。你好，你好。简单是吧？啊，是的。欢迎光临。水を。こっちの水の方がなんか良さそうです。ではいただきたいと思います。あ、結構お腹いっぱいになりました。では外出て撮影続けたいと思います。
久々にうどん食べました、ね、これもう一個ほら外出れるのかな、こっちですね、これさっきの上海プラザですね。とりあえず西の方に行ってみましょう。ちょうど歩きながら撮影すると運動になるからいいですね、まあ、有酸素運動しましょうってなんか書いてありましたね。筋トレとまた違いますからね。一時期結構有酸素運動やってたんですけどね、マラソン出る時は。今はもう全然やってないですからね。向こう渡った方がなんか明るそうですね。こっち渡ろうか。お、これ理想汽車のショールームですね。あ、ちょっとここ撮りましょう。リオートですね。撮影者怒られるかな。ちょっと聞いてみます。お、ちょうど。この時間終わりかけみたいな感じですけどね。ちょっと店の人に、そうっすよね、これ。あ、これなんか中国の EV の登録台数ですか。これ理想が一番、これがあのニオですね。で BYD でまたニオ、あ、車種別ですね。ニオはこの2つあってと、これが X 店ですね。アリババがやって押してる。あとはダージョン、フォルクスワーゲン、これも知らないですね。どっかの EV の会社ですね。2020年10月の販売トップ10ですね、まあ、理想が一番売れてるというふうに書いてますね。あ、ただこれは何だろうな、普通の EV、 これハイブリッド、これどういう意味でしょうね。ちょっと分かんないですけど、写真も撮ります。ちょっとちょうどこのショールーム探してたんですよね。前に車の会社のあれ撮ってたんで、これでいいかな。でかいっすねこの車。
日本じゃこれかなりでかい車になりますね。開けてみましょう。これ全部パネルになってますね。あ、向こう映画見たりできるんですね。なんかこれは何なんですかね、このアニメのキャラは。ペダルはこんな感じですね。そうか、これ革のシート。結構広いですね。あの人は店の人なのかな、お客さんですよね多分。後ろ開くのかな、これ開け方が分かんないです。これと向こうと車種が違うんですか。なんか同じように見えるんですけど、まあ SUV ですね。電気自動車なんか SUV の多いっすね。そうそう、肝心の値段なんですけど、32万元ということは500万円ぐらいですか、日本円で。で頭金がまあ約5万元 4.92 万元からということですね。これ多分色違いですね、これこっちと車は一緒ですね。この色の方がなんか綺麗ですけどね。これ4.92 万元で5年ローン1ヶ月約4655元ということで。あ、これ金利とか書いてあるんですね。 4% ぐらいの金利でローンできますよということですね。シャーシが置いてありますね。まあ店の感じがこんな感じですね。なんか誰が店の人なのかよくわかんないですね。あの人店の人ですね。あの服がリーって書いてるから全然お客さんいても携帯に必死ですね。いいですけど、まあ綺麗ですね。まあ私電気自動車今まで一回も運転したことないんですけど、一回運転してみたいですよね。さっきのも1月から10月って書いてる。さっきのは10月だけ、これ10月だけですね。ということは1月から10月、まあ本当かどうか分かんないですけど、この会社が発表してる、まあ、EV の中大型 SUV か、 SUV でねっていうことですね。
まあ、1月10ヶ月で2万2000台売ってると。で、こっちが、これがあれですね。あの、エクスペンですね。で、これポルシェのハイブリッド。で、テスラ、モデル X が4位。で、アウディのなんかですね。ゴルフ、BM、アウディ、ランドローバー。この最後の下のやつちょっとよく知らないですね、これ。このロゴ何なんですかね。まあでも極端にこれ販売台数少ないです。90台。一歩こっち2万2000ですからね。店の人全然知らんふりなんですけど、撮影してても気づいてもないし、なんかやる気なさそうなんですけど、これはこれ色ですか、選べる。あと内装も選べるということで書いてますね。これ、これやるとホイールも選べるということですね。6人乗りと7人乗りとありますね。あれどういう意味なんだろうですよね。ちょっと今度聞いてみます。これ完全に EV ですよね。これどういう意味か、これは多分ハイブリッドなんですよね。あの人、片一方の人、店の人ですお客さんと喋ってるんか。ちょっと思わずあったんで、理想のショールーム入ってみました。ではちょっと続き歩いていきたいと思います。まあ、この通り意外にそういうのはあるかもしれないですね。向こうの新天地のとこにはテスラのショールームもありましたけどね。テスラのショールームでもなんか結構いろんなところにありますね。あ、 EV の株上がってますけど、なかなかこれ評価が難しいですね。もう将来見込んで買うしかないでしょうね。ニオとかこの位置なんで、めちゃくちゃ上げてますからね。まあ、会社自体は知ってましたけど、なかなか買うのは難しいですよね。エルメスの店ですか。なんかすごい人が並んでますね。なんか発表会かなんかですかね。じゃあこれビクトリアシークレット下着の会社ですね。やっぱここは違いますね。こうフェラーリが来ました走ってる車が違いますね。
あ、こっちティファニーがあって、こっち何があるんでしたっけ。あ、香港プラザっていうとこですね。前にあれですね、LVMH が買収するとかっていう話あったんですけど、結局なくなったんですかね。ティファニーの家具も一時期買ったことありましたね。今は買わないですけど、ティファニーの商品買うんじゃなくて家具を買うっていう、商品買ってもまあお金なくなるだけですけど、家具買えば儲かりますから。あれはカルティエ。あ、で、ここが、あれですね。アップルストアですね。結構人いますね、今日も。なんだかんだでアップルストア人多いですね。おりますね、これ。あ、ここスクランブル交差点になってるんですね。新天地の方行ってみましょうか。ここファンピーナンルですね。ファンピーナンル、これ何ですか？なんかすごい明るいですけど。ガーデン。ガーデン88って書いてますけど、何ですかね、あれ。飲食店。飲食店じゃないか。なんか、何でしょうね、あれ。
新天地の中ですね。すごいな、飲食店の店員がここで裏でね、みんなタバコ吸ってるんです。結構人いますね、平日でも。あれ、確かこっちにスタバがあったような気がするんですけど、今帰った。なんか改装してますね。バーになるんですかね、スタは。なんかお酒も置くんですかね。改装してますね。テラスめっちゃ人いますね、これ。確かに今そんな寒くないですからね。この人の数、もう本当コロナが終わってるから余裕ですよね。ちょっとこれ私もう一個の携帯でも撮って、あれですね、あれに、ちょっといいですかこれ、この人の感じを。これツイッターにアップしたいと思います。いやこれすごいっすよ。こっちも撮ろう。すごいわこれ、人の数。これはハンバーガー屋さんですか。すごいな。これルルレモンってあのなんかスポーツウェアとかですか。なんか
ボツウェアだけじゃないのかな。ここの株価もなんかすごい上がってましたけどね。何の会社かなと思いますね。ルルレモンとか、あとなんかレモネードとかなんか会社名がで事業内容が想像できないっていう。新天地、感谢第一个体验，请您拨打一下领取精彩瞬间的记录照片和视频。向こう行ってあれライブ配信できるんかな。ちょっと Wi-Fi があるところ、ちょっとさっきまでライブ配信してたんですけど、なんかやっぱり調子悪くて途切れてしまいました。すいません、突然終わってしまったんですけど、ちょっと何人かの方は見ていただいてたんですけど、ということでちょっと動画の撮影に切り替えて進めていきたいと思います。なかなか厳しいですね、やっぱ Wi-Fi の調子、 Wi-Fi というか VPN の調子が。これはここはタイサンルー、あータンルー、タイサンルー、ちょっとこれ行きましょうか。この辺やっぱ明るいですね。こっち 3P なんでか、第3部これ新天地の向こう側行くとなんか結構店あったんですね。こっちから行くべきかな。なんか行きにくそうですね。向こうからやっぱり行こう。すごいな、ここ工事してて。いやここもなんか力いくか。
歩けないんですかね、もしかしたら。なんか全部工事してますね。歩けんのかな。向こう側行きたかったんですけど、行けないですよ。これ本当大規模な工事ですよ、これ。ファンピーナンルー。右に曲がりましょうか。さすがにこっちは行きますよね。さっきの新天地のところですよね。そうですよね、なんか共産党の第1回の大会が開かれたっていうところですよね。まあ、別に私政治的なあれはないんですけど、一応取っときます。ここですね。政治的な思想は何もないんですけど、目先のお金だけ追いかけてみます。どっちか。とりあえずアントグループだけちょっと上場させてほしいです。それだけです。マータンルーですね。この辺に確かテスラもあったんですけどね。これもなんか電気自動車の会社なんですかね。ちょっと分かんないですね。いっぱいありますからね、電気自動車の会社も。めっちゃ混んでますね、ここも。天津のお店ですね。
こっちは古い建物ですね。このコーヒー屋何時まで開いてんだろう。コーヒー中。你好，你们晚上几点结束？结束。嗯。好像是，我们是几点结束啊？9点半。九点半。啊。啊。そんな時間ないですね。もう今9時ですからね。30分しかないからちょっと無理ですよ。この辺だったらあれかな。意外に早いですよ。もうカフェだからか。ちょっとバーだったら遅くまでやってんのかな。あれ工事の音がうるさいですね。夜何時までやってんだろう。10時までか。ああ、そこもなんかショッピングモールみたいなのあるんですね。風神ジョンルーですね、これ。風神ジョンルー西の方行ってみましょうか。あんま行ったことないですけどね。多分あるかな。ただ何もなくてただ暗い道ですからね、これ風神ジョンルー。マータンルーですね、これ。マータンルー。向こうは新天地ですね。
風神ジョンルーを西の方に歩いて行ってみます。何があるのか全然わかんないですけど、新天地の駅ですね。10号線と13号線ですか。これだけどこの道真っ暗ですね。はいはい、ジョンルー行った方が面白いですかね、これ。なんもない、なさそうですもんね。途中でちょっとこっち曲がりますか。まあ、何もはどこ行くか決めてないんで、ぐるぐる回ってしまってるんですけど、なんかこれ真っ暗ですもんね。ちょっと風神ジョンルーはこれ、この建物も面白いですけど、ちょっと暗くて見えないですもんね。ちょっとファイハイジョンルーに戻ります。この道から行っています。ここなんていう道ですか。ダンシュイルーっていうんですか、これ。あとでちょっと道の名前取りますけど、不動産屋ですか、これ。どっか道の名前これ見えるかな。ちょっと暗いか。暗いですね。もうちょい明るいところで。悪いところで撮りたいけど、悪いところで出てないっすね。ここはバーですか、これ。見えるかな、これ。ダンシュイルこんな道ですね。家ですね。結構これ昔ながらのとこですね、この通り。昼間来たらもっといろいろ見えて面白いかもしれないですね。これもなんかおしゃれなバーですか、これも。これもバーですか。すごい、私には入りにくい店ですね。お酒飲まないから。これもバーですか。これもバー、ウイスキーとかって書いてますね。はあ、なんかこういうちっちゃいバーみたいな多いっすね。みんなあれですね、こういうところに飲みに来てるんですね。まあ、お酒飲む人は割とこう女の人との関わりが多いんでしょうね。私お酒飲まないんで全くあれですけど、これもバーです。おー、すごいな。
なんかちょっと雨が降ってきたような気がしたんですけど、水滴が大丈夫かな。ここで雨降ってきたらすごい嫌ですね。ちょっと新天地から離れるとまた雰囲気が違うもんですね。男子がいる。まあこのまま行くとワイハイジョンルーにぶつかるはずです。どう考えても。あ、なんかちょっと雨っぽいですねこれ。でも今日雨降りましたっけ。あれですね、欧米人多いからですね、この辺。ああいうバーがあるんですかね。ちょっと待ってくださいね、天気予報見てみましょう。あれ、でも曇りで雨じゃないっすね。この辺はめちゃめちゃ高級なマンションでしょうね、この新天地のすぐ近くですから。あれですね、とりあえずちょっと明るいとこ行きましょう。でもなかなかワイハイジョンルーにぶつかってこないですね。もうちょっとかな。でもこういう道結構好きですね、都会の中のこう誰もいない道っていうのは。そうですね、このマンション。うん、この先がタイサンルーですから、もうちょっと先ですね。まあ多分でもこの動画ここまで見てる人ほとんどいないと思うんですよね。もしここまで今まだ見てますよっていう方いたらコメントください。だいたいみんな最初の10分ぐらいで離脱してしまうので、ここまで見てないでしょうね。特にこんな暗いとこ歩いてたら。なんかでも微妙に雨が降ってますね。どういうことでしょう。3、2、1。
ここは何の店？エステ？メジャーって書いてるからあれですね、マネキュアとかまつげとかそういう店ですね。ここがもうファイハイジョンルですね。じゃあなんか公園のとこ通っていきますか。あ、やっぱりなんか雨降ってますね。すごい微妙ですけど、いや微妙じゃなくちょっと降り始めてきた感じですね。結構降ってきましたねこれ。いやーどうしようかな。ここはこの陸橋通るしかないですね、上上がるの。しまったなこれ、雨が。まあ傘持ってるんですけどね、さっさしてまた歩くのも面倒くさいですねこれ。ここにいると濡れないですねこれ、上か高架道路になってるんで。もう傘さしてる人いますねやっぱり。今日全然雨降るって言ってなかったんですけどね。うわー結構降ってるわこれ。ちょっとなんか考えないといけないですね私。ただこれこの状況じゃタクシー捕まらないですよね。どっか雨宿りするか。ここちょうどいいわ、雨濡れないですねこれ。傘出すしかないですねこれ。でも屋根あるのはそこまでか。ちょっと傘出すしかないっすね。ちょっと一応傘差しながら歩いてます。はいはい、ジョンルーです。
果物のなんかジュースですか。何時までやってんだろう。你好，你们啊、几点结束？我们这九点半就关。九点半啊、哦。九点多一点就不接口。哦，明白了啊、哦。もうほとんど時間ないですね。雨宿りできないですね。ハリーカフェ。シャンシーランドの駅まで歩いていくしかないですかね。これって何なんですか。ユースエナジーセンター。これイベントやるような場所ですね。なんかあの店これは異常に明るいです。これはあバス停でバスを待ってる人たちですね。完全に雨になりました。多分しばらく止まないですねこれ。
駅がありますね、あれ13号線。無印の店ですね。これルイジンアールか。一応雨止んできたかな。一応雨止めましたね。シャンシーナンルーの駅もうすぐですよ。いやそんなことないですね。また雨降ってきましたね。雨降ってんのか、この枝についた雨が落ちてきてんのかわかんないですけど、木の枝についた枝というか葉っぱですね。
信号赤でした。マオミンナンルーであそこがあのオークラガーデンホテルですね。ファイヤーファンデンです、ね、まあまあ歩きましたね今日は。但是这边要一点入れます。地下鉄。雨降ってるわね。顔。ヤクルト。安全検査通らないといけない。ちょっとすいません、あの交通カードを出してます。スマホで行けるんですけど、ちょっとパスワード忘れて使えないんで、未だに私アナログな交通カードでやってます。10号線に乗ればいいんだっけ。ちょっと傘畳みます。
12号線でよかったのかな。南京西路に行きたいんですけど、12号線で行けたかな。10号線じゃないですね。10号線南京西路なかったですよね。カーボン合ってると思います。そう、合ってますね。こっちか、南京西路に行きます。山西南路の駅にいます。2号線ですけど、新進路から本命路とか通ってダームーチャオル、シャンシーナル、南京西路、ハンジョンル、ティーランチャオチャオ、ずっと行ってジンハイルっていうとこまで行くんですよ。電車が来ましたね。そんな混んでないですね。これ一回改札出ないといけないですね。2号線に乗るには
では今日はこの辺で終わりたいと思います。最後にグッドボタンよろしくお願いします。ご心在福者谢谢大家晚安再见。中山公園まで行ってまた4号線に乗り換えです。結構面倒くさいです。うん、2号線降ってなかったら結構もうちょっと外歩いたんですけどね。まあ仕方ないですね。ここまたすごい人なんですよね。雨降ってるからちょっと人少ないかな。それなりにそうですね。店じまいみたいですね。もう12時までやってるんですね。すごいっすね。まあでも今日は帰りましょう。雨降ったらちょっと涼しくなりましたね。傘売ってますね。雨降った時は。全検査面倒くさいです。これがまだスピードが遅いからカバン出てくるのに結構時間かかるんですよね。
電車来たから。ちょうど来ました。ラッキーです。そんな混んでないっすね。さすがにこの時間は。